先行来た。ごめんなさい。やべ、そっか、ドラグメタルか。先行来た。先行まずいね。お、ディフューザーが良さげ。先行取られるのまずいぞ。え、これどれチャージするんだ。チャージアンドドロー。これなんとかしてバディブロックも入れなきゃな。バイスタッツ3バディブロック、あ、フィアリティ3とかもある。11。入れてゼローランス。あいつたち重いからな。制圧したい。いいよ。はい。ほら。うん。ノレッジウェーブ。プラスにしてよ。忘れる。なるほど。それ忘れがちだからね。忘れる。俺もしょっちゅう忘れる。一枚デフェダー。残りゲージかな。うん。ジアロベース制圧したい、はい、2枚制圧って順調じゃないですか、はい、順調じゃないですか。ゲージ1枚入れるジャイロ、うわやべえダリー超東京ギャビットうわ引くんですけど最強じゃん、最強の先行じゃん。あ、今畜生違った、畜生違った。うん。ゲージ2ライフ。先に2ドローが先だったね。本当。いやでもそしたらゲージを足りないっていうのもちょっとそれで、うん、タイムセーブ2ドロー。どうか。まあいい。いやめっちゃ強くないでも普通に。でこんな感じかな、アダック2点。うん、いけた。じゃあエンド陣も2点。Okay。つまり4点だな合計。はい、エンドです。だら、やべえ弱え。チャージ、ちょっと待って、チャージ？これは悪くないな。いいこと考えたぞ。この作戦でいこうかな、うん。この作戦でいこう。チャージ&ドローを。じゃあメイン開始時のレッジウェーブ使います。うわ、引くんですけど。はい。どうぞやってて、はい、じゃあイングガルド、待ってこれは迷うな。イングガルドで捨てるのは多分これ捨てる。ミドルします。1枚2枚仕方がないな、うん、これはちょっと仕方がないなっていう手札。あーきついきついぞ。ちょっと調子悪いけどこれやるしかないな。手札をソウルに入れライフ2。ちょっと今やる。え、ちょっと待って、今やるかどうか考えるわ。普通にジエボからでやるのかどうかだよね。ジエボからでいいか。おっと、でもやったところでこっちですよね。うん、こっちなんだけどね。うん、ちょっとね、今迷ってるプランがあったんだよね。まあいいや、これでいこうか。おう。タックフェイス。まあ、1回目。2回目。はい。お、普通にアタックは通る。ジエボ、モードチャージング。はい。ジエボさん。1、2、そして竜王伝。で、2パン、まだ2パンできるから。あ、っていうか、そうか、こいつはあれか、ドラグメタルしかパワーアップさせないからね。はい、そこは合わないんだよね。で、うん、3000ずつ上がってるよっていう。うん、まあ、届いてるね、余裕で。まあ、まあ、じゃあここ、1回目。あ、取った。キャスト。うん。ああ、なるほど。しょうがないですね。終了ですちょっと余裕じゃん。初手ロスとかよ。いや、あのさっきのノレッジウェーブで引いて、ノレッジウェーブで引いたのかな。ノレッジウェーブで引いてこの3枚やったんで、うん、迷って。でもまあゲージあったしね。いや、どうせこれでゲージ送られるんで、うん、スワロスだろっていう、うん、理論。はい、はい、圧倒的ドロー力ホントやべえな、こっちだけどな。ドロー、強っ。うん、チャージアンドドロー。まずバリティいたします、うん、しかもバリレアっていう、うん、びっくり。狂乱、うん、深淵と狂乱の侵略4枚見て、うん、そのうち2枚手札、うん、残りゲージ、うん、
うん、絶望。2枚手札だ。え？どうぞ。え？ひどいな。こうだろう、残り、うん、いや、まあ、まあ、うん、まあ、そっか、そういう感じ、そういう感じで来る、そういう感じで来ます。うん、で、ゲージ1、うん、入れる、クイーン、うん、ロストネロをシルトランス制圧、制圧いいよ、バーイ、うん、アタック、ちょっと計算して、え、ちょっとチョンでしょ、チョンでしょ。持ってるな、これは、これは持ってるぞ。あ、ダメだな、うん、はいはい、パンチ、パンチ、ちょっと迷う、でも貫通とかいないんで。いないですね。あれ、こっちからじゃなかったの？じゃあ。そうだね。うん。パンチドロップで。だよね。だからソウルガードで戦闘処理だよね。はい。回収。おっと。回収し、バトル終了時考えます。待って、あんのか？あー、でもなー、俺のやりたいことが一つできないんだよな。でもこれやんないと何なら削り切られちゃう、うん、はい、持ってた、うん、エンドでーす。ライフに払って、うん、で、あ、ファイナルフェーズでこいつの2ダメージだね。はい、最悪だなこれ。エンドでーす。で、ロストワールですね。また、あっと、ロスト待機で言われたぞ。いやー、でもねー、ゲージもう一つ、あのね、やりたいことをするためにはゲージがもうちょいいるんだよな。ちょっとこれはどっちがロスト対決を制すか。そうだな。しかしこの制圧されてる感じでちょっときついんだな、かなりドロー。5対2、5対1。うん。今だと4対1だけど。チャージ&ドローを。はあ、いやでも、普通こうだよね。普通こうだよね。うん。だよね、そうですね。いやー、これじゃな、でもこれじゃダメなんだよな、もう一つだったんだよな、うん、まあこれでいきましょう。これでアタックなんだけど、はい、まあ3万アタックして、はい、あれってロストベイダーがドロップされたあいつ出てくるって、あ、ゲージ今ないんだね、はい、ゴクの心配はないんだね。でここアタックしてこれドロップですね。じゃあそう、まあ、ドロップはされるよね。ドロップはしますよ、うん、次のターン考えてこっちかな、うん、これ強いな、これすごい強いですよ、うん、ゲージも増やせるからな、うん、俺これ欲しいわやっぱ、で、じゃ次はここにアタックしないとこうダメージ受けちゃうから、ここアタックして、いや、破壊できないっていう、あ、しない、ドロップで、ドロップで、ドロップには来れるのか、でも破壊はできないのか、はい、あ、じゃあこれやるしかないのか。クソ、2点受けんのかな。で、ここアタックで、これドロップで。はい。うん、ここが残っちゃうからね、結果的に。ほ、うんと。はい。エンドです。チャージアブドロー。そっか。これロスト、あのね、俺ミセリア使いたかったんだけど、はい、ゲージ増やす仕掛けがロストデッキにも必要だな。あ、確かに。ミセリア使う場合は。ゲージ4かかるから、あれミサイルは出して後悔でまた2ゲージ、うん、でロストカニ2ゲージだから6ゲージ必要なんだ、うん、学習したぜ、うん、ロストミサイルやするときはゲージがいるって、あ、6ゲージいるロストカのゲージ、理解理解理解、思ってたんだけどさ使えなかった、思ってたってもう言っとったし、ね、うん、思ってた、だからさっきのバイスタッツもバリーブロックだとしても足りなかったからね。ああ、アタックフェイス、うん、パンチはドロ届いちゃうんだな、はい、うん、1回こう、うん、パンチ3ずっと減らす、パンチ、1点、はい、で、そっち手札1枚捨ててください。ああ、そっか、最悪だな。ああ、はあ、はあ、で、2回攻撃、うん、で、パンチ、じゃあ手札捨ててください、ワンドロー。はい、で、パン
あ、で通らないでエンドって言います、ね、でエンドしても通らない、はい、あ、生きた本当あ、最後これ連携すれば届いてたじゃんあー間違ってるじゃん、まあ、いいやそうだね、うん、あ、嘘、うん、タイトルフェイズ、うん、今見つけてしまった、うん、ほら終わってた。あ、だめだ。それもあったな。あ、それでもいいね。うん、これでまたもうアンドローします。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが爪を出たけど